はいじゃあ、論文を批判的に見うむための5つのステップ、第4回、今回のテーマは、論文を抽象化、つまり、要約しようということです。で、少し拡張した言い方をすると、全体性を作ってみよう、論文の全体性を自分で作ってみようということになります。人の書いた論文を読んで、その論文の全体性を自分で作ってみるということです。 でまず前回と同じように5つのステップざっと見ていって今日やるのがどういうことなのかというのを見てみましょう。でこれ前回まで出してた流れなんですが今回第4回ステップ4とあと次回のステップ5まとめて資料を作り直してた時に授業全体の流れが当初考えてたやつがあんま最適じゃないというのが分かってきて微妙に再構成しました。第4回と第5回それがこういう形です。 でこれをとにちょっと1回復習してみますね。まず、ステップ1、第1回でやったことは、分かってないことを見つけようと。そもそも、人間が物事を理解するっていうのがどういうことなのかっていうのを理解しようと。でそこを前提として、論文を読むための初期的なテクニックというのを教えました。で、ステップ2、第2回でやったのが、文章を蒸留しようと。で、ここで出てきたキーコンセプトは、上流、ディストレーションだったよね。 技術的には論文にカラーマーカーで色をつけていく。色をつけていくことによって、論文の重要な部分とかキーワードっていうのを抜き出して、短い論文を作っていこうというのが上流ということでした。で、前回、ステップ3っていうのは、ステップ1、ステップ2と少し趣を変えて、論文の一般的な構造を知ろうということをやりました。一般的な構造って僕 分かりやすい言葉っていうんで一般的な構造って言ったんですけどおそらくより正確には一般化された構造っていうことだと思うあらゆる論文の持っている構造の基本的なところメタなところだねそこを知りましょうということをやりましたでそうすると論文のそれぞれの部分論文の構造を作っているそれぞれの部分がどういう役割を持っていてどういうふうに論理的につながっているかっていうのが理解できるので 論文を読むときにどういうふうな順番でどこに注目して読んでいけばいいかっていうのが分かってくるというのがステップ三でした。で、ただステップ三あたりから気づいている人は気づいていると思うけど、実はこの講義の趣旨は論文の読み方だけではなくて、さらにその先の自分が論文を書くときにどういうふうにものを考えていけばいいかっていうところまで含まれているんですよね。なので、実はこの講義全体が二千二十年にやった。 考える技術、書く技術、読む技術という行為、その最後の少ししりきれとんぼになっていた、読む技術の部分を強化して作ったということです。いいかなで特に、えー、今からやっていくステップ4、ステップ5っていうのも、論文を読む技術として見ることもできれば、同時に書くときに何に注意すればいいかっていう技術集というふうに見ながら見ていくこともできると思います。で今日はそういういい意識でも見てみてみください で、今日やるのがステップ4。論文を抽象化、つまり要約しようということです。これは論文の全体性を自分なりに作ってみようということでもあります。いいかなで、ここまで来ると論文を理解するっていうことができるはずなんだ。で、実はこれがまずこの5ステップの論文の読み方の最初のゴールっていうことになります。 多分みんな論文読むときにやりたいことっていうのは内容を理解したい。それがまず第一ですよ、ね。なんでそこのゴールは今日のステップ4でほぼ達成されますで。じゃあステップ5、一体何をするのか。ステップ5で実はこの講義で僕が本当に持ってきたかったところまで行きます。それがクリティカルリーディング。批判的に読むってことね。論文を批判的に読む。 ただ、日本語で批判っていうと、非難するっていうような感じで、ネガティブな意味合いが入ってくると思うんだ。でも、本当の批判、クリティークっていうのは、そういうことではなくて、相手の考え方をたどっていくということです。で、第5回でやるのは、著者の考え方、ロジックを丁寧にたどっていって、その隠れた前提を見つけたり、下手をすると、著者すら気づいてない隠れた前提を見つける。あとは、論理のズレを見つける。 でファクト前回勉強したファクトの弱いところを見つけるでさらにはこれ作者が考えているよりも重要なことなんじゃないのっていうのを見つけるっていうのもそれで自分が作者になったかのようにロジックをたどっていって作者が気づいてないところまで自分が気づくでさらにそこに自分なりの考え方を乗っけていくそれがステップ5で目指している批判的論文読解クリティカルリーディングです で、次回までかけて、そこまで持っていきましょうっていうのが、この授業の目的ということになるわけです。で、じゃあ、第4回。今回は、抽象化。要約です。なので、まず、要約っていうのが何なのかっていうところの復習からいきましょう。この授業でもう何回か出てきてるよね。要約する。えっと、脇役として、ちら見えしてるんだ。 上流っていう話をしたときに、それのさらに先の話として、ようやくっていうのを話をしました。で、そのときに少し要約っていうのが何なのか、理解するっていうのは何なのかっていう概念は、まず先出しして説明してます。ただ、ちょっとここでまず復習しておきましょう。まず、今我々が考えているのが、インプット、つまり論文を読むっていう行為だ。ここで読むっていうのは、読んで理解するっていうことではなくて、字面通り、 論文に目を通してていくってことねでそれを説明してください。論文の内容を説明してって頼まれたとする。じゃあどうやってやるか。一番シンプルなのは、読んだ内容をかいつまんで、一部分だけ取り出して、短い論文を構成して説明する。それが上流ディストレーションというやり方でしたよね。第2回でやったのがこれです。でそれに対して、理解する。 理解してから説明するっていうのがもう一個あったわけです。それがこのモデル。いろんな論文とか論文の中のいろんな部分を使って自分の頭の中のモデルを作っていきます。今、作っていくっていう言葉を使ったけど、一つには作っていく。ただ、すでに君たちの頭の中にはある程度の理解があると思うんですよね。それを新しい論文を読んだら、付け足したり修正したりしていくっていうイメージの方が近いと思ッ OK。 なので頭の中のモデルっていうのは実はもうすでにその段階で著者の言ってることを多少超えてるんだ。君たちの今までの知識っていうのがでに含まれていることになる。この頭の中のモデルができる状態っていうのが分かったっていう状態ってことだったよね。でこの頭の中のモデルを使って論文の内容を自分の言葉表現で説明するわけだ。自分の言葉表現で説明できていれば もうう理解していると考えていいといいるとと考えこそこが今回狙っているところで。この自分の言葉表現で説明するっていうことがようやくっていうこと。つまりようやくできるようになってればもう理解できているっていうことね。でそこがステップ4の到達点ですで。じゃあどうやってやっていくのか。今日の作戦を説明します。でいつものように僕の好きな基本コンセプト。 今日の基本コンセプトはパラグラフです。パラグラフとは一体何なのかを理解しましょう。そこ,こがスタート地点になりますで。今日はこのパラグラフっていう考え方が何度も何度も出てきます。で、このパラグラフっていうキーコンセプトを使った上で論文を読んでいくんですが、テクニックというのがいくつかあります。一つが感想記号。 でこれがどういうものなのかっていうのは後でまた説明するね。論文の脇にちょこちょこっと書き込みをするための記号です。でこの感想記号というのを使ってみましょうというのが1個目のテクニック。次に、一、えー、つ一つのパラグラフを要約するというテクを覚えてください。ここでまたもういきなりキーコンセプトのパラグラフっていうのがまた重要な概念として出てきてます。で最後、論文を読み終わったら論文を ペラ1で要約するというのイチって A41 枚ってことだね。長い論文、例えば5ページ、10ページ、15ページ、20ページってあるような論文を A41 枚で要約できるようになっていれば、もうその論文の内容は理解してると考えていいと思う。細かいところは分かんないよ。技術的に細かいところってのはやっぱり見直さないといけないとか。 の中に入らとい,いうところはあるんだけど著者が何を狙って何をやって何ができるようになっててこの論文のどこが重要なんですっていうのが a 4一枚で説明できるようになってればその論文は少なくとも君たちのものになってるはずです知的な意味で君たちのものになってるでこれがま,あまた繰り返しになるけどステップ4の目的ですっていうことやでじゃあキーコンセプトパラグラフ 考えていきましょう今日のキーコンセプトはとにかくパラグラフなのでこのパラグラフっていうのが一体何なのかっていうのをまず丁寧に考えていきたいと思いますパラグラフっていうのが一体何なのかって考えるにあたってまず分かってるところみんながその理解で大丈夫ですって合意できるところからスタートしよう前回やったイントロのテクニックですよねまず多分みんなが合意できるところは論文いう 論文というのがありますとで、それはもうだいぶイメージ湧いてきてると思う。ただ、論文っていうのが一体何なのかっていう定義の話になると、実はエアコンシーンやけど、それは、えー、覚えてるかな、みんな。この授業で一回やってるよね。何のために論文を書くのかっていうところに出てきた話。あの気になる人は復習してみてくださいで。まだここでは論文っていうのはとりあえず、僕を含めたみんなの中で共通理解ができていると考えて進めていきましょう。で、この論文はどういう形で構成されているのか。 論理的な意味では前回やったよねで。もっとシンプルに構造的な意味で見ていきましょう。論文の中にはセクションがあります。このセクション間の論理関係を勉強したのが前回ステップ3でしたよね。でただ、今回はそこは踏み込みません。論文の中にはセクションがある。いくつかのセクションがあるっていうところだけいきます。で、このセクション、一体どういうものなのかっていうと、これは 論論文を構構構成成すする一番大きな論理構造の構成要素ですここはいいかなステップ3で丁寧にやった内容ですよね。セクションには一個一個役割があって、それを組み合わせることで論文全体の論理構造というのが作られている。まさにステップ3の内容です。じゃあ次。 セクションよりも小さい論文の構成要素ってなんだセンテンス、文っていうのがあるよね。OK? 文っていうのは一つ一つが何かを伝えているわけだで。それを組み合わせてセクションができてるよね。だからセンテンスっていうのは論文の小さな構成要素の一つです。で、一言で言ってしまえば、センテンスは 意味をを持っているる最小単位ですす論文を構成するで実はこのセンテンス自体はさらにワード単語っていうのに分かれますで。ただワードに関しては今は置いておきましょう。ワード自体は細かい意味は持ってるけどこの論文にスペシフィックな主張っていうのはしてないので今ワードっていうのは一旦忘れます。でこのセクションとセンテンスいう でだだいいぶ空いてるんだ構造の大きさとしてで。その真ん中にもう一個あるんですよ。それが今日の主役、パラグラフです。パラグラフって一体何なのか論理的な主張の最小単位です。いいかなでこの多分、パラグラフっていうのが、日本の学生というよりは、えっ、ー、と、 アメリカである程度基礎教育、中等教育を受けた人間以外、僕も含めてね、そういう人間以外には分かりにくい概念なった。僕自身はこの仕事を始めて結構してから理解した。一応ね、パラグラフって日本語あるんですよ。なんていうか分かる 段落ですただ日本語で言う段落とパラグラフっていうのはちょっと概念的に違うんや。小学校とか中学校で作文するときに段落に区切るっていうのをやったよねあの。頭にスペースを1個入れるってやつや。あれどうやって切ってた今まで なんとなく切りのいいところで切ってたやろ。長くなりすぎたら切ったりとかもしてたよね。で、いわゆる段落って、あんまりそれが何なのかって意識してないはずなんや。多分、そもそも日本語にはなかった概念なんやと思う。おそらくね、僕の完全に推測ですけど、明治期以降に英文が入ってきた時に輸入した概念で、表面上、 いいところで文を一回切りましょうぐらいの意味でずっと使ってるんやと思う例えば日本語ってそもそも句読点がなかったりとか結構いろんな部分を今の日本語って明治期以降に輸入してるんやで多分段落っていうのも同じように入ってきたんだと思ってますただ 日本語で言う段落って英語のパラグラフとは論理的な位置づけが違うというか、まあ、そもそも日本語の段落には明確な位置づけがないんです。なのでこれちょっと違うものだと思ってください。なのでこの授業ではもパラグラフって言い方をしていきます。パラグラフ一体何なのか論理的な主張の最小単位です。でもう少し丁寧に見ていきましょう。パラグラフっていうのは一体何なのかこれは論文の論つまり 主張の一番小さな単位です。で、一つのパラグラフは一つのことを主張しています。別の言い方をすると、パラグラフは一つのことを主張するためにあります。一つだけ。えっと、二つ言い方してみよう。パラグラフが主張するのは一つだけです。で、別の言い方をすると、 パラグラフは必ず何か1つ主張していること。OK、で段落を例えば日本語で段落を切るときになんとなくいい長さだから切るとかここ切りがいいから切るってやってる時に切ったと自分で見直してみると特に主張のないパラグラフっていうのも出てくるはずなんだ。でもう一つは1つの段落で2つとか3つのことを主張しているってパターンもあると思う。 そこがちゃんと書かれたパラグラフといわゆる段落っていうその形の概念やね文を書く時の見た目の形の概念との違いですただねえっとじゃあ英語で書かれてる論文きちんと全部パラグラフ切られてるかっていうと必ずしもそうじゃないんだどうもいろいろ調べてると アメリカの教育では結構ここはしっかりやるみたい。パラグラフライティング。あの気になる人はググってみてください。パラグラフライティングで検索するといろいろ出てくる。で、ヨーロッパってあんまりその概念ないの。だから、ドイツとかフランスの作者の書いた論文読んでると、パラグラフが1ページ、2ページ続いてることあるんだ。僕なんか、えっ、ー、と、割と仲のいい人間の、 書いたレビュー論文の査読が回ってきてきパラグラフ全部こう2ページぐらいパラグラフずっと続いてたから丁寧に全部切ったことあるんやけどこういうのを提案するとで別にこれ切らなくても著者の自由だけどこうやって切った方が分かりやすいと思うから考えてくれってやったらちゃんと全部採用してくれてパラグラフ切って書き直してくれたんやけどそれはヨーロッパのグループでしたなんでヨーロッパの人ってあんまりその概念ないんですよ もうアメリカはかかなりしっかりししっっててますパラグラグフ構成ってそれ気になる人自分の分野のヨーロッパのグループの書いた論文とアメリカのグループの書いた論文その研究室自体がどこで活動しているのかっていうのに注目して見比べてみると明らかにパラグラフの長さが違うと思いますいいかなでえっとちょっと話がそれましたパラグラフパラグラフっていうのは1つのことを主張するためにありますでこのパラグラフ 一つのことを主張するためにあるってことは、それ自体が実は小さな論を構成してるんだ。論パラグラフ。論文章っていうのが論文だったら、論パラグラフ。これ自体が一個の主張です。で、何かを主張するためには、その基本構造っていうのがいります。なので、パラグラフにも基本構造っていうのがあるんだ。パラグラフを構成している基本構造の要素は3つ。 1一つ目がパラグラフセンテンス。次が論、論理の流れ、ロジックフローね。最後が主張、クレームです。まず、パラグラフセンテンスっていうのは、パラグラフの頭に書く、パラグラフの主張のまとめです。今からこういう話をしますっていうのを言って、みんなの気持ちを作るわけやね。論文で言えばイントロです。 でただ、パラグラフ自体は論文の中に比べて断然短いので、主張そのものが書かれていたりもします。今からこういう主張をします。で、その理由を説明していきますってことね。パラグラフの中で。じゃあ、その理由、パラグラフの主張の理由はどうやって説明していくのか。それがパラグラフの本体。論と論理の流れ。ロジックフローです。これはファクトとロジックの小さな集まりです。 ファクトとロジックの集まり自体は、えー、第2回かなでやってるよね。え前回か、えーと。気になる人はノート見直してみてくださいで。それの小さな集まりです。で、最後、パラグラフを締めるときにやるのが主張、クレーム。ファクトとロジックから得られる結論です。この主張を伝えるためにパラグラフは書かれているんだ。これがパラグラフの役割。 パラグラフっていうのは明確な役割を持っています。そして理想的なパラグラフはこの3つの要素からなる構造を持っている。具体的に見てみるとパラグラフってこういう感じになります。まずパラグラフの書き始め。頭のところタブとかスペースが空いてるよね。日本語の段落と同じだ。で、パラグラフセンテンスが書いてある。で、次にそのパラグラフセンテンスで書いてあることに関連した 論論と論理が詰ままっていますで、最後、以上よりほにゃほにゃですっていう結論、主張が書かれているということになります。これがパラグラフの基本構造。で、このパラグラフセンテンスと主張っていうのは、基本的に一致してます。いいかな前回やったイントロの最後にあるパラグラフって覚えてる インディス・ペーパ,ーパー・パラグラフって話をしたよね。今からこういうことを証明します。この論文でこういうことを証明します。こういうアプローチでこういうことをやります。っていうのを説明しているのがインディス・ペーパ,ーパー・パラグラフで。それに対応しているのがコンクルージョンだって話をしたよね、前回。インディス・ペーパ,ーパー・パラグラフで仮説を提示して、それが証明し終わりましたっていう答えを出すのがコンクルージョンでした。なので、イントロの最後と論文のコンクルージョンっていうのは対応しています。 一応、クエスチョンとアンサーなんだけど、書き方としてはもうほとんど同じことが繰り返されてたりもする。っていうことです。で、同じことが小さな論文であるパラグラフでも言えます。パラグラフセンテンスが今からこういうことを説明しますって、インディスパラグラフセンテンスってことだ。で、最後にそれを繰り返して、やっぱりこういう結論になるでしょ言った通りの結論ですっていうのを確認しているのがクレームです。主張です。なので、この2つっていうのは、 きれいに対応しますで論文と違ってパラグラフって短いので科学論文ではパラグラフセンテンスは省略されることも多い。いいかなそこを覚えておいてくださいあの。ビジネス文章では割とパラグラフセンテンスを書いてあって主張をクレームの方を省略するってことも多い。あの結論を先に教えてくれってこと。 それえー、とアカデミアで僕、それあんま好きじゃないんやけど、結論教えてちゃん社会みたいな言い方を最近皮肉して、皮肉で言ってるんやけど、えーと、大切なのはそこにたどるためのロジックでしょと思うから、そういうこと言いがするんですけど、えーと、ただ、技術文書ではパラグラフ・センテンスが簡単にあって、最後、フレームが明確に書かれているというのが僕はベストだと思います。あのパラグラフ・センテンスが簡単に書かれていると、それだけで読んでいる方は気持ちの準備ができるんだ、今からどういう話を聞かされるって で最後、結論を確認して、なるほど。で、次ってことでただ、えっと、パラグラフの長さにもよるけど、パラグラフセンテンスは省略されちゃうこともあります。で、逆に、短いパラグラフだと、パラグラフセンテンスでもいきなり主張をして、主張自体は省略するってパターンもある。そこは臨機応変ということです。で、この中で気になるのが、論と論理の流れ。パラグラフの一番大きい部分や。 ここじゃあどうなっているのかもう少し詳しく見てみましょう。論理の流れと主張の関係っていうのはもうこの授業で一回やってるよね。ファクトをロジックに突っ込んで結論を出す。これをもうちょっと一般的な言い方に変えましょう。ポイントをロジック、論理に突っ込んで主張を取り出す。これがパラグラフの仕事ですよねで。じゃあこのロジック、 一体どういうものがあるのか詳しいところはステップ5でやります。ただ今日は2つだけ論理の構成の基本的な種類の分類だけやっておきます。基本的には論理ってこの2つしかないんだ。機能的論理と演繹的論理。それが一番大きな分類ね、論理。で、この2つのパターンを簡単にだけ説明しておきます。で、ちゃんと書かれてるパラグラフっていうのは、 このどちらかの論理に基づいて一つの主張を取り出しています。まず、機能的論理からいきましょう。機能的論理。まず、ポイントがあるわけだ。ポイント1、2点、点点点点例えば5、5。5って今言ったけど、5にこだわってるんやけど、なんでかっていうと、これちょっと理由があるんですよ。後でちょっとだけ戻ります、そこは。ただ、例えば今、ポイントは5前後ぐらいあると思ってください。でこのポイントを全部一気にまとめて、 主張を取り出すこれが機能的論理です。A です、B です、C です、D です、E です。ってことは、F です。F が主張や、今回の場合。ってことはっていうのがポイントなんです。でそこちょっとこの後、演繹的論理を説明した後に戻りますね。で演繹的論理、こっちも見てみましょう。まずポイント1がある。 で、同じようにポイントがいくつもあるんだけど、今回はこのポイントが全部つながってます。最初のポイントから次のポイントを出す。それを演繹するって言うんやけど、最初のポイントから次のポイントを出す。で、次のポイントからさらに次のポイントを出す。そしてさらに次のポイントから主張を取り出すってことやる。このタイプの論理展開が演繹的論理です。A 故に、e, B、B 故に、e, C、C 故に、e, D、D 故に E。 いいゆえに F F 結論 F ってこと、ね、で、パラグラフを構成する論理のタイプっていうのは基本的にはもうこの2つです。というよりは論理の構成っていうのは基本的にはこの2つです。パラグラフを構成しないものも含めて。あらゆる論理の基本的構造っていうのはこの2つです。で、ここでさっき少し言いかけたポイントは大体5つまで。5っていう数字に戻りましょう。 5っていうのがマジックナンバーなんですよこれは人間の認識能力から来ています例えば2020年の授業の教科書にしていたバーバラ・ミントの「考える技術読む技術」人間の認識から来るマジックナンバーは7ですって言ってるんだ人間は7つまでのことだったら同時に考えられるだからポイントが8とか9になると ななななんんでそんな結論が出たのか分からなくなるだから論理展開する時はポイントは7までに抑えましょうって言ってるただ。た、え、だ、ー、僕自身の経験から7は無理です。僕は5だと思う。MAX5。A ゆえに B。あえっ、ー、と MAX5 で機能的論理の方がそこはやっぱり数の制限強いんですよね。ABCDE ゆえに F。 ここぐらいまではなんとかいけるんだ。ABCDEFG ゆえに H っていうのは A って何でしたっけってなるんだなんで僕はマジックナンバー5だと思います。で分かりやすい論文はマジックナンバー3ぐらいで書かれてるっていう印象がある。でじゃあもっといろんな理由があってそこからちゃんと説明したいのに書いちゃダメなんですかって思う人いると思うけどそれはテクニックがあるんですよ。 構造化していけばいいけば ABCD ゆえに EFGH ゆえに I でこの2つ出てきてる主張を合わせて次の主張をやればいいわけ段階的に論理の階層構造を作っていくんだ OK でそうするとマジックナンバー3とかマジックナンバー5っていうのを守ってきちんと論理展開ができるようになります これが、えー、さっき僕が語っていうのにこだわったり。もう一個、ここで説明しておきたいのは、機能的論理っていうのと、演繹的論理の本質的な違いです。多分、みんながイメージする論理っていうのは、演繹的論理に近いと思う。数学の証明なんかっていうのは、ほとんどが演繹的論理です。確実に、 A が真であれば B が真であるっていうことが言えて B が真であれば C が真であるっていうことが言えるってことね。なんで演繹的論理で主張されてるのは確実なんですよ。ところが機能的論理にはジャンプがあるんだ。A B C D、e、で全体眺めると E だと思いますよって話なんです。 でジャンプって言い方したのは必ずしもこのポイントから主張っていうのはディジットには出てこないってことねそこに自分自身の認識の拡張があるんだ哲学ではそれを総合って言い方をするんやけどそこに書かれている以上のことが出てくるそれが機能的論理ですで実はこの授業のテーマである全体性を作るっていうのは機能なんだ 論文の中に書かれているいろんな主張点を頭の中に入れて自分なりの全体性を作るそれは総合的行為つまり機能的論理ですなんでみんなが考える論理と機能的論理ってちょっと違うと思うでところが今の説明を聞くと分かってもらえると思うけど何気にものすごく重要なんですよそれが人間が知的に何かを作り出すっていう行為そのものなの でじゃあもう一個最後落ちよ機能的論理って正しいとは必ずしも証明できてないんだったらそんなの論文に変えていいんですかって思う、ね。でも大丈夫です。そこで出てくる概念が「蓋然性」。みんな多分これで大丈夫っていうことでいいですよね。この実験結果が出たことで仮説が正しい蓋然性が高まったって考える。で 第5回で説明する予定なんですが研究っていうのは演疫的に全てを証明するってことはできないとまでは言わないけどものすごく難しい特に実験系っていうのはそうですで我々の書く論文っていうのはどうしても蓋然性を高める論文にならざるを得ないんだそういう意味で機能的論理っていうのはものすごく重要ですでただそれを無批判に使っちゃうと 思っっってているることを語語自分語りみたいになっちゃうんだそこをきちんと科学論文として蓋然性を高めるっていう形にどう収めるかっていうのが実は論文を書く技術のポイントになってきて、うんえー、ちょっと宣伝しておくとそれに興味がある人は2020年の講義のビデオを見てくださいってことで考える。で、えー、とちなみにその講義の最初のところで考える技術書く技術そして 僕独自でこれ今回作ってる読む技術っていうのは全て人間の思考っていうのを軸につながってて人間の思考を3つのアスペクトから見てるだけですっていうのを説明してるんやけどその2020年の講義と今回の講義って全部続けてみてもらうとすごく納得してもらえると思いますちょっと話がそれました戻りましょうこのスライドのポイントこのスライドで読む技術っていう視点から言いたいことそれは 論理を明確にするにはポイントを見つけるのがポイントってことです。OK、論理を明確にする、えーと。何の話してるか、もちろん論文を読む話。論文を読むときに著者の論理を明確に理解しようと思ったら、これね、こいつら、ポイント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 って書いてある。こいつらを見つけるのが重要ですってこと。で、じゃあどうやってるのか。論文読んでて、どこがポイントで、 そいつらを合わせて主張を作ってるのか分からないどこがポイントなのか分かりませんって時はポイントに番号を振っていきましょうこれが一つのテクニックです1234文読みながら見つけて番号を振っていく全部に対してここまでやらなくていいんだけど自分がちょっとこれ見失ってるなと思った時はこれをやるだけでだいぶすっきり分かるようになると思いますじゃあ実際に例を見てみましょう 今日、例として論文いくつか使うんですが、今からの例で使うのはこれ。Label free metabolic imaging of non alcoholic fatty liver disease liver by volumetric dynamic optical coherence tomography。我々の書いた研究論文で、今、アーカイブス、あのプレプリントのサイトですね、アーカイブスに出してあります。で、えー、とおそらくもう1週間、2週間うちぐらいで、公式には Biomedical Optics Express というジャーナルに。 出版されると思うじゃあ、えーと、見ていきましょう。で今回注目するのは、セクション4.2、ディスカッションです。どのあたりかなここですね。この最初のパラグラフ見てみましょう。と、リピッドドロップレッツイン LIV イメージです LIV っていうのはあの、我々が開発している組織の、えー、細かい動きを可視化する手法の名前です。 で、えっ、ー、と、用語、一応、説明しとくんとあかんねここ。LD、省略形これは、リピットド,ドロップレッツ。これのことです。脂質。脂質のあの、球状の塊ってことね。で、これ見てみましょう。リピットドロップレッツは、リピット・ストーリー・セルラー・オーガネイオス、コンプライズン・オーア・リピット・コア・サロンデッド・バイア・フォスフォリピット・モノ・レイヤー・アソシエレップロテインズ。 でこれはリピットドロップレッツの説明をしているわけやこれがどういうものなのかで。まずここで分かんない。まずこのパラグラフ、短いパラグラフだから、パラグラフセンテンス省略されてるよ。で、次。They are key regulators of cellular metabolism. えっと、リピットドロップレッツっていうのが、細胞代謝の、えー、細胞代謝を調整する主要な登場人物の一人ですって話をしている。で、あ、 high fat diet such as the MCD diet i results ダイエット、リゾーツインディアキムレー e ョンオフエクセシファ t トインダリバー。えっと、まず、ここね、さっきのやつ。細胞の代謝で重要な役割を果たしている。さらに、脂質の多い食事。えっと、MCD ダイエットっていうのは動物モデルを作るためのちょっと特殊な餌なんですが、MCD ダイエット。こういうのを使うと、肝臓の中に余分な リピッドが貯留することになりますでこの2つは、えー、と論理の構成要素。1番で、2番ってことや。で、It leads to hepatic s t e a e t o s i s Hepatic steatosis hep ste っていうのは肝脂肪変性のことです、ここは。ここもう一回いくね。It leads to hepatic s t e a e t o s i s an initial station of not fooding. ナ a f l d っていうのが非アルコール性脂肪肝これの最初のステージがヘパティックステアトーシス肝脂肪変性ですで、えー、とつまりこれ全体としては何が言いたいのかっていうとリピッドが肝臓に蓄積することによって矢印だねヘパティックステアトーシスになります肝脂肪変性になりますここれ3番で 最後。Hence。ここ注目ポイントですよね。接続詞なんで、以上をまとめるとっていうことを言ってるわけ。Hepatic stereotosis exhibits accumulation of lipid droplets。なんで、肝脂肪変性は、リピットド,ドロップレッツの貯留というのを伴っている。OK。で、これ論理構造を見ていくと、一番っていうのは不可事項や。 前々回かな、ステップ2で勉強した論理の記号っていうのを使っていきましょう。これ1番がある。で、2番と3番。ここは演繹論理や。2番から3番が出てくる。で、こいつらをまとめて演繹論理で4番、結論を出してる。この4番っていうのがクレームです。で、さっきも言ったけど、ここに本来あるはずの パラ,グラフセンテンスは省略されてるってこと、ね、なんで、このパラグラフの結論はこいつです。ヘパティックステアトーシスはリピッドドロップレッツの集積っていうのを伴っている。でこれを言うために、その手前のここでいろいろ理屈をこねたわけです。いいかなこれがこの論文の構造で、1、2、3っていうふうに論理のポイントに番号をつけていくことで、そこを理解していきましょうっていう例です。 ちなみに今ここでやってみせたもう一個のポイントは番号をつけた上にその論理関係っていうのを記号でまとめました。でこのあたりはでにステップ2でちょっとやっていると思います。で、えっと、ステップ5でもう一回復習します。で、論文をさらに読んでいくときにまたいくつかテクニックがあります。 パラグラフに関するところっていうのはまずさっき説明したところだ。で次にもうちょっと落ちぼ拾い的な細かいテクがあります。で今日話をしたい一つは感想記号。これを使って視聴論理を自分なりに評価してみましょう。感想記号どんなのなのか。こういうやつらです。びっくりマーク。まあ、いっぱい並んでるよね。あと、はてなマーク。これ僕、チェスの 皮膚に乾燥を書いていく方法みたいなのなんかで読んだときにこれはいいわと思って借りてきました。見てみましょう。これえっ、ー、と重要ここ重要ですということだ。で論文のあのパラグラフの脇とか書いてある文の脇にこれを書いていくわけ。でこれ何なのか次超重要です。あそれはそうやな思う。でじゃあ3つ並んでると何なのかめっちゃ重要です。 で、いっぱい書いてあると、何なのか。うわ、これ驚いた。で、そこまではまあもう、ひたすらビックリマーク増やしていくだけ、自分の気持ちで増やしていけばいい。で、ポイントはその後です。これ、ビックリマークの後に、はてなって書く。これ、なるほどっていう記号です。確かにそれは思いつかなかったけど、そうですわ。これは、 あとは自分の研究で使えると思ったときもさ、これは使える。なるほど、記号。インプレッシブで、それをひっくり返したやつ。これ何なのか。はてなのあと、びっくりマーク。これ実は真逆なんですよ。僕論文に書くときは真逆の意味で使ってます。クエス s t i o 疑わしい。これ本当にそうなんですかこの結論合ってるの っていうので、えっ、ー、と、ハテナの後にひっくりマークっていうのを書いてます。で、次、ハテナ。これはもうものすごくシンプル。わからない。もしくは疑問に思う。間違ってるとか、えー、疑わしいと思ってるわけじゃないけど、わからないので疑問ですっていうのがこれです。not understandable。えっ、ー、と、一つは書いてることがわからない書き方。それが not understandable。もう一つは、 シンプルに、これ多分ちゃんと書いてあるんだけど、自分の知識では分からないって時も、この記号を使ってます。I don't understand ってことやねん。で、えっと、それはこれでマークしておくようにしておく。で、これ、あの、この授業でもすでにやった、レコードゴーってことやねん。分からないところで詰まるよりは、分からないっていうのを記録して先に進みましょうってこと。で全部読んだ後にもう一回戻ったら分かるかもしれないってこと、ね。で、それの記録用です。 でここまでくるとある程度パラグラフを読めるようになってきますでやっとようやくっていうところにたどり着くわけだまずやってみてほしいのがパラグラフの要約です自分の言葉でパラグラフを要約してみましょうこの授業の狙いえっと少なくともステップ4までのところの狙いっていうのは論文を要約できるようになることやったよね で、ポンと渡されて、要約しろって言われても、やり方分かんないわけですよ。なんで、ステップ1からステップ3まで使って、そのための道具を提供してきました。で、今やっとそれを使って、要約していきましょう。要約するための、えっ、ーえー、と、今やっとその道具を使って、実際に要約する流れを見てみましょうってところまでたどり着いたわけだでここから早い。 パラグラグフを要約しようまずこれ多分もうできると思うんですパラグラフなんて言ったって数行やそれを自分の言葉で一文ぐらいで短く説明してみましょうこれぜひやってみてください宿題あの提出はいらないから実際自分の分野で自分の読んでいる論文読みたい論文でやってみてパラグラフを短く自分の言葉で説明する でそれやったらパラグラフの横に実際に書いてみてください。いいかなパラグラフの横に短い文でパラグラフの内容をまとめていこう。で慣れてくると頭の中出てきちゃうから全部のパラグラフに対してこれをやる必要はないんだけど難しいパラグラフがあったらやってみるのがいい。あと慣れる前はまず1回論文1本とか2本とにかく全部要約するっていうのをやってみるのもいいと思います。 僕自身は哲学書を読むときにやることがあって、例えばカントの純粋理性批判って僕すごく影響を受けたんやけどこう、こういう理論を作ったり、自分自身の論文を書くときとか、今やってる研究自体の枠組みでもものすごく影響を受けたのがカントの純粋理性批判なんですが、それはパラグラフごとに全部要約して、えっと、それはちょっと手書きではやらずに、マインドマップっていうのを使ってデジタルでザーッとやってったんやけど、パラグラフにまず分解して、 それを3で全部自分の言葉で要約していきました。でそこまでやると、大体の内容はもう分かるようになります。じゃあ、実際、実例を見てみましょう。でここで使うのは、えー、この論文です。一つはこの論文。これ、えーと、ラベルフリー、レーベルフリーで始まってるけど、さっきのとは違う論文。フランスのソーベニボカーラ。オリバー・ソーベニっていうのがファーストオーサーで、クラウド・ボカーラっていうのがラストオーサー。 パリのいくつかの大学の連合グループです。OCT の研究をしている。そこの出した Label Free Optical Transmission Tomography for Biosystems Intracellular Structure and Dynamics。アーカイブスに出ていますで。もう一つがこれ、カナダのグループ、アレックス・ビトキンのグループですね。そこの、えー、Discriminating t u r b i t Media by Scatterer Size and Scattering Coefficient using Backscattered、er、Linearly and Circularly Polarized Light. これ、バイオメディカルオプティクスエクスプレスっていうジャーナルに出てます。これもオープンアクセスなので、気になる人はダウンロードしてみてくださいと,ということです。で、実際見ていきましょう。まず、ソーベリンの論文。で、感想記号をちょっと探してみよう。これ、あ実際にも僕、一回読んだ論文を引っ張ってきたんやけど、えっと、もう僕の書き込みがある状態です。 どういういところですかここここ使ってるねここに二重線引いてこの部分ですってのを示した上でびっくりマーク2つ超重要であと,、えー、とせっかくなので細かいテクをいくつか見ていきましょうあこれあこれハテナって書いてあるけどこれはハテナびっくりクエスチョナブルやねここ 複素協約取るんじゃないのっていうのに気づいて、あのミスプリなんじゃないかと思って書いてるところですね。これまだ、えー、と論文自体がアーカイブスって、ピアレビュー前のやつを公開してるんで、こういうミスがあるんじゃないかっていうのを自分なりに指摘してます。なんか気になったとこ、計算し直してるね。あ、これ、クエスチナブルやな。この理論自体がオーバーシンプリフィケーションしてるんじゃない えっと、本来必要な、本来必要なレベルよりもモデルを単純化しちゃってるんじゃないかっていうのに疑問を持ってるな。で、その理由をごにょごにょいろいろ書いてあるね。自分がどうしてそう考えるのかっていう理由を書いてある。で、ここなんかよく分からなかったような宛のマークがついてます。あと細かいところ、これ、あの、引用文献が 四角で囲ってあるのはこの引用文献重要だからあとでチェックしようと考えたこねあとこれもせっかくだから説明しとこうえっと本文の横にどの図の記述なのかっていうのをメモることが僕よくありますあとで見直す時に見やすいように図を見てでその後もう一回本文の関連しているところを読もうと思った時見つけやすいようにあここもなんか クエスナブルだなんか多分前提が僕の考えてるのと違うんじゃないかって思ったかなあ。ちなみにこれあの普通の論文にはないところでプレプリントなんで同じパラグラフが2回繰り返されてあってるわけですあの。意味がないから消したわけじゃなくてミスプリを消したってだけ、ね。 あ,あと,、えー、と、ここは、なんか自分なりに複雑なパラグラフだったんで、論理自体をまとめてますね。論理自体を一個一個の主張点を1、2、3、4って丸つけて、それぞれがポジネガティブな話なのか、ポジティブな話なのかっていうのを分けて、自分なりにまとめてる。で、さらにそこをまとめてるのか。で、そういうことをやりながら読んでいってるということです。 この総弁人の方で最初に見せたかったのは、えー、感想記号ね。で、ついでに、えー、要約っていうのを見ていきましょう。パラグラフの要約。例えば、ここ、これはマークやね、コンプリケーション。ここでもいきなり問題を記述してますと。で、問題はオプティカルセクショニングです。これ実は要約の一つなんですよ。単語二つやけど、それで彼らが言いたいことを説明してる。で、同じ分野だったら、コンプリケーション。 コロンなな。んんでいや complication is optical オプティカルセクショニングが問題だ。っていうのがこのパラグラフの言いたいことです。っていうのがものすごくシンプルな要約だ。でもうちょっとちゃんと書いてある文で書いてあるのがここやな。フルフィールド OCT can be regarded as an image subtraction microscope. それがこのパラグラフで彼らが主張していることです。であと番号振りもやってるね。ここなんか。 でここは、このパラグラフが言いたいのは、リミテーション。The limitation is full field OCD was only for backscattering. これが、このパラグラフの要約。こういうふうに順番に要約して、最後これイントロだから、in this paper paragraph、hypothesis の確認というのがある。The principle of、uh, uh, full field OCD, optical transmission tomography. これが使えるというのを今から証明しますというのが、 このペーパーの目的だっていうのをここで確認して要約してるわけです。いいかなで、もう一個、シーンとビトキンの本も見てみましょうと。これは割と丁寧に要約してるよね。ポーラーゼーション a スキャッ t i イン。インアディションと n g can be リッピング。o ポーラ r ゼーション i z リッピング c スキャ e タ i インコ o フィシ i ント e スキャッ d s サイズ t e r e r size. これが多分この長いパラグラフを要約してるで。彼らカナダのグループなんやけど、パラグラフ長いよね。で、ちなみにこれ、この後でスライドも作ってあって説明するんだけど、パラグラフが長いとき、僕が今日説明したパラグラフよりも長くて、一つのパラグラフにいくつも主張が入ってるって感じるときは、自分でこうやって切っちゃうんや。ここで切れる、ここで切れるっていうのを見つけてで。パラグラフに分かれてないだけで、やっぱりちゃんと論文誌に載ってるような論文っていうのは、 あの主張が混ざっちゃったりはしてないから、切れば切れる、ちゃんと場所を探せば。で、あとまあ、これ、こういうことだよね、ずっと要約してて、でさらに、彼らの分類、タイプ1、タイプ2っていうのもまとめてると。うん、でここやっぱかなり丁寧にこの論文、主張をまとめてますね。であとあ、これはパラメータのまとめ。メソッドとか えっと技術系のの論文だったたら重要なな数値みたいなのも脇に書きますあと、僕よくやるのは、えっと、省略形みたいなのが出てきたときに、脇に書き出すっていうのがや自分の頭に入れちゃうっていうのもあるし、あとで確かめやすいようにっていうのもあります。番号振りもやってるねここであと、なんか、多分この論文いろいろ自分なりに思うところがあったのか、わざわざ図まで書いて理解しようとしてね。 でここロジックの確認もやってるよねあこの上向きの矢印説明しなかったな。これは僕2つの意味で使ってて、1つは、えー、と彼らの主張がポジティブな意味で主張して,るている。もう1個は値がインクリーズしている。で、使ってます。で、これは、えー、とダイヤみたいなんで直径が大きくなるっていう意味で下向きの矢印に丸つけてやるときは、悪いっていう、あのディサードバンテージだっていう主張だっていう意味で使っているときと、 値がシンプルにに小さくなるって時に使ってます例えばこれ、これはドップ L って値が小さくなるっていう意味。で、えーと、これだから論理点、彼らの論理点からまとめてて、直径が大きくなるとタイプ1の値が大きくなって、その結果、ドップ C は大きくなって、ドップ L は小さくなるっていうのが彼らの主張だっていうのをまとめてる意味。あと細かいところに、ね、これ、i。 アイマークってのはアイデアマークって言って、読んでて、これは使えるとか、この先こういうことができるっていうのを思いついたら、ここに書いちゃいます。でちなみにここ、えーと、うちのスタッフの名前が書いてあるんやけど、これはこいつに説明しておかないといけないって思ったっていうね。だから例えば君たちだったら、誰々に伝えとこう、先輩に伝えとこうとか、後輩に伝えとこう、先生に伝えとこうってなったら、忘れないようにこ,こに名前を書いておくと,ということです。あと、誰とディスカッションしたいっていうのもこういうふうに名前書いておいて いいかなで、ます、あ、ううすということで,すでまたマテリアルの方に戻りましょう。で、もう少しテクニック部分を補強しておきましょう。書いてあるパラグラフがまとまってないときにはどうしたらいいか。このときはこれです。パラ切り。自分で区切り記号を入れてパラグラフをまとめよう。こういうやつね。何々と考えられます。 で、別の話を始めます。ほにゃ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 。これ話変わってるからパラグラフ切れてるはずだっていうので、こういう記号。これで切っちゃいます。自分で意識できるように。もう一つ。逆に複数のパラグラフから主張が作られていると。つまり、1個のパラグラフでは最終的な主張が出てきてなくて、いくつかパラグラフが合わさって最終的な主張が出ている。そういうときどうするか。パラグラフの要約をさらにもう一回まとめて要約する。 いいかなこれが実はパラグラフ要約の次のステップです。なので、これもう少しテクニックっていうスライドにまとめたけど、かなり重要ですね。パラグラフを要約した後に、今度はその要約をまとめて、もう一回要約するって行為が出てきます。で、それをどんどん繰り返していくんですよ。要は、考え方としては。で、最終的にはどうなるのか。論文全部読み終わったら、 論文全体を1、2ページの手書きメモで要約しよう。ペラ1要約って最初に説明したやつですよね。なんで手書きなのか ?1、2ページのペラ1のペラ1、2の手書きのメモで要約してください。手書きです。なんで手書きなのか ?1 つ、書くのがめんどくさい。 これ重要なんですよ書くのがめんどくさいからできるだけ端的にまとめたくなる。だからこの授業でみんな「ノート取って」って言ってる時にあの版書,、ね、書全部写してると大変やから聞いて理解してできるだけ端的にまとめるんだ。だからノート取るって重要なの。実は僕自身は結構ノート取るの好きなんですがほとんど読み返しません。 自分の中で要約するためにノートを落としてるっていうパターンが多い。なんで、ほとんどの場合読み返す必要があるノートさえ取れちゃえば、あとはもう頭の中に入ってるっていう状態。なんで、手書きで要約なんでか書くのがめんどくさい。なので、できるだけ端的にまとめたくなる。ってことは、それ自体がもう絶対要約になっていくんだ。で、もう一個の理由。特に、今回僕が実例で見せてるように、iPad とかを使うと、 論文の最後に僕いつも PDF の最後にページを足してそこに手書きで要約していくんやけどページが違うんで論文を片方で見ながらこっちで要約するってことができないんですよね。なんで一回頭に入れないとダメな論文が丸写しできない。で丸写しできないってことは一度自分の頭にモデルを作ってそれを思い出しながら自分の言葉で説明しないといけなくなる。 なんで、どうしてもここでもようやくになっていく。なんで、手書きでやってみてくださいって話。いいかなで、この論文読み終わったら、10分かけて要約するっていう習慣をつけると、読んだ論文は知的な意味で確実に君たちのものになります。ぜひ、これは習慣づけてやってみてください。で、えー、もう一回実例を見てみましょう。これ、さっきの総弁人の論文です。 で全体見ていくとここあもう内容は詳しくは見ないけどこういう感じでページ全体見てみようかなえっ、ー、とこの論文が並んでる最後に1個ページを付け足してこういうふうにまとめてありますで、えー、とバレットポイントにしてポイントをバーッと並べてあるとで重要だと思うところは赤文字でハイライトしてあります ンとビトキのやつもまととめてあると思うんだもうちょっとストラクチャーになってるねサマリーポイントがあってもうちょっと詳しく書いてあります。でものによっては僕自身これ読むときには、えっと、これをさらに構造化してまとめサマリーアブストラクトっていうのに加えて、えー、自分たちにどういう影響を与えるのか自分たちの研究にどういう影響を与えるのか。 例えばどの部分は使えるとかこの結果っていうのは我々の方向性に影響を与えるで自分が考えましたっていうのまで書くことがありますそれはまあ厳密にはステップ5のテーマっていうことになっているいいかなこれでまあ大体主な内容は終わっててあとちょっとだけおまけがありますパラグラフの長さどれぐらいになるのか論文の長さどれぐらいになるのかそれを 今日説明したところを使って考えてみます。でね、論文の長さってみんなどれぐらいになるか、どれぐらいで書くのがいいかって考えたことある。投稿規定、ジャーナルの投稿規定って見てみて、例えばこれ、サイエンスの投稿規定なんだ。リサーチアーティクルってまず論文の種類が書いてある。で、その先。 4,500ワードぐらい以下って書いてあるよね。最大4,500ワードぐらい。じゃあ、この4,500ってどっから出てくるのかって話。これちょっと見てみましょう。まず、今日説明した論文を構成する要素の階層構造。センテンス、文っていうれるよね。1個のセンテンスって大体どれぐらいの長さになるかって知ってる 例文だと平均して25ワードぐらいになります。なりますというよりは25ワードぐらいになるように書くのが分かりやすい。20から25ワードぐらい。で、パラグラフ。これどれぐらいになるのか。だいたい5センテンスぐらいで書けるんですよ。例えば、科学論文だったら、パラグラフセンテンスは省略するって考えるよね。で、その後、主張点。 それが1個や。最後に出てくる。で、その手前に論理を構成するポイントっていうのが5つある。で、僕のおすすめはもうちょっと短くして3とかって言ってたから間を取って4にするって考える。そうすると5センテンスぐらいになるよね。そうすると1パラグラフを構成する文字数ってのはいくつ ?25×5。125ワードや。で、次、セクション。 大体セクションっていうのはまたマジックナンバー5っていうのが出てきて5パラグラフぐらいで構成できます。これ実は同じ話なんですよね。セクション自体が論理構造を持ってるからパラグラフが持ってた論理構造をもう1個大きくしたような論理構造でのセクションが持つことになる。でその結果やっぱ同じマジックナンバー5が出てくる。ポイントが4つぐらいあってセクションの主張っていうのが出てくる。なんでセクションっていうのはだいたい パララグラフ5つぐらいで構成されています。ってことは、セクション全体のワード数は625。125×5。625ワード。じゃあ、論文全体はどうなのか論文全体は大体5から6セクションぐらいで構成されることになる。イントロ、プリンシプル、メソッド、リザルト、ディスカッション、コンクルージョン。で最近の論文は、プリンシプルってないのが多いって話をしたけど、実際にはメソッドの中に入り込んでるだけで、 厳然としてあるわけだってことはやっぱ6なんですよ。でじゃあ1セクションあたり625なんでそこに6をかけると3750ワード。でサイエンスのリコメンデーションは4500ワード。かなり近づいてきたよねで。じゃあそれでももうちょっとサイエンスのリコメンデーションの方が長いんじゃないのって思うかもしれないけどポイントは2つ。1つはアップトゥー最大4500ぐらいにしてください。 もう1個、インクルーディング・リファレン n o t ノー a アンド・キャプションズ。参考文献とかも入れて4,500ワードで。今僕が説明してた論文の長さっていうところにはこいつら入ってなかったよね。ってことは、こいつら入れるとやっぱビタで4,500ぐらいになるんだ。なんでこういうふうに論文の構造でその中で論理をどう展開していくか。 でそのためにはどれぐらいのワード数がいるのかっていうのを考えていくと、この4500っていうのはきちんと出てくるんですよ。なんで、すべてのことには理屈があるんだ。こういうところにもすべて理屈があるんです。い,いかん。で、今日の最後。ステップ0っていうのをちょっとだけおまけでやります。スライド1枚です。えっと、ここまで、ステップ4まで行くと、 実際にもう論文を楽しく読めると思うのよ。なので、それを意識して、そろそろもうみんなに始めてほしいことがあります。それがステップ0、論文を読む習慣をつけるってことです。そのためのテクニックをステップ0として説明します。まず1つ、論文を読む習慣をつけるってことなんで、ポイントはもうある意味これだけです。意地でも毎日論文を読もう。不退転の覚悟を持つこと 対点の覚悟で毎日30分読みましょう30分やったらできるって気がするやろなのでそれを続けましょうってことやそのためにはいくつかテクニックがあるんですよ一つは30分読むって決めたらきちんと時間を計るで30分経ってもっと読みたかったらもちろん読んでいいんやねただどんな時でも続けようと思ったら忙しくて読めないとかもう今日は読みたくないっていう時もあるから ゴールををちゃんと決めめくでそのためには時間を測るで僕自身は実際にあの腕時計についてるストップウォッチを使ったりあとキッチンタイマーを使うことも多いです30分セットして動かしてなったら終わりって、ね、iPad で論文読んでる人はそもそも,も iPad のタイマーを使っちゃったりということもあるもう一つ読みましたカレンダーを作ろうそして読み友達を決めましょうということです これ毎日読むっつっても絶対みんなダラダラになってくんねん。今日は忙しいからまあ今日だけはやめとこう眠いからやめとこう今日ぐらい大丈夫だろう絶対思うねん。でそれをやらないようにもしくはやったら自分はサボったんだっていうのを自分で理解できるようにカレンダーを作るねん。 僕やってるのは、ネットであのフリーのカレンダー素材っていっぱいあるから、それをダウンロードしてきて、オフィスの壁に貼ってあります。で、論文読んだら、この100均で買ってきた丸いシールをペタッとその日に貼ってる。で、そうすると、読んだ日、読んでない日っていうのが分かってきます。OK。で、また、あと、シールを貼ることで達成感もあるんですよ。貼りたいって思うから、小学生と一緒。おじさんは基本的に小学生と一緒なので、小学生と一緒。 で、それと関連して、もう一個、読み友達。通称、読み友を決めましょう。で、その2人で監視し合って、サボってないかっていうのを意識し合う,ということ。なんで、このカレンダー見てもらうと分かるけど、1日のところに2つ貼ってあるよね、色違いで。これだから2人で1つのカレンダーでちゃんと読んだっていうのを確認していってるわけで。で、えー、とそうやって読んでいくと、やっぱりまだ、 分からないところってのはのはいっぱいあるはずです。みんな勉強してる最初だし、僕でもいっぱいある。でそういうときはどうするか、挫折しないためにはレコードゴー。オレンジのマーカーで分からないところを色つけておくって,言ってね。あと、ハテナマーク。これをつけて、とにかく先に進む。そこでも挫折しない、諦めない。挫折したり諦めたりするよりは、もう分からなかったっていうのだけ記録して先に進めばいい。そしたらまた分かるところもあるし、分かる日も来るし。 面白い論文にも出会うことができる。なので、あんまりこだわらない、続けることが大切です。とにかく読み続けようということ。で、これをもうそろそろステップ4まで終わると、楽しく論文読めると思うんで、ぜひやってみてくださいということです。じゃあ、えっと、以上で、えー、今日の授業終わりたいと思います。お疲れ様でした。